笠間685号を撮影してきました。この列車、かなりのレアケースです。上野は朝6時2分に出発し、軽井沢から浅間699号の筋で走ります。都内から輝き501号より前に長野に到着できる列車は、金沢延伸以来初めてではないでしょうか？こちらの映像は、前日から長野駅新幹線改札内に迷い込んでいた鳩です。それでは本編に参ります。浅間685号は、浅間699号の筋で長野駅に来ますので、ホームではその折り返しである、浅間610号の表示になっています。いよいよ入線です。案内放送からお楽しみください。この行き先表示が撮りたかったんですよねー。そしてお気づきの方もいらっしゃると思いますが、この日の浅間685号はなんと F23 編成で運行されていました。 F23 編成といえば黒い外ホロホームで観察し放題です。通常の E7、W7 系とは、随分印象が違います。こちらはちょうど入線してきた白鷹552号の E7 系 F3 編成。全件開けでピカピカでした。ホロはもちろん車体と同色。そういえば、E7 系って途中で、車番のフォントが変わりましたよね。行き先表示は浅間610号に変わりましたが、まだ F23 編成の観察を続けます。観察を続けていた理由は、この後に来る列車。白鷹551号に、なんと F24 編成が入っていたからでした。以前、F23 編成の特徴の動画をアップした後、改めて確認したところ、
新生児はボディ同色だった F24 編成の外ホロも黒いものになっていたんですよね。それで撮りたかったのですが、浅間685号の撮影に来たら F23 編成と F24 編成が撮れてしまいました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。これからも北陸新幹線の日常をお届けしていきます。